このデザインは双葉未来学園の生徒たちがこういうデザインがいいんじゃないかっていうふうに。一番いい感じに見えるように。なるほどなるほど、徐々に。そうそうそう。だからこっから見ると結構ちゃんと日立に乗ったゆず太郎みたいな。本当だ。うん、日立に乗って切符持ってる。これのこのデザインは双葉未来学園の生徒たちがこういうデザインがいいんじゃないかっていうふうに。は今広野町です、ちょうど防潮堤を作った上に登っています。そこが全部田んぼなんだけど、もう今年から園道を始めたところが結構多いみたいで。あ、すごい。あ、広々。かわいい。はい、これが広野の田んぼアートです。広野の田んぼアートは広野町のゆるキャラの広坊と令和元年広野っていう文字と、あと広野町はトンボのメガネの、民謡のふるさとと言われているのでトンボが、あります、はい、ちなみに、白い「広野」の文字の「廊下の」のあたりは私が植えた稲のはずです。この浜街道っていうところからちょっと入った防災緑地の上からすごく綺麗に見えるので、ぜひ皆様見にいらしてください。ね、多分10月には収穫祭をやると思うので、福島田んぼアートプロジェクトの Facebook ページで告知されると思うので、ぜひチェックしてください。はい。これはコシヒカリ。うん、こっちはコシヒカリですね。うん、周りを埋めるやつ。